こんにちは、劇団スカッシュです。今回は久しぶりにセリフリクエスト短編ドラマをやりたいと思っています。皆さんからいただいたコメントを台本に埋め込むので、この動画のコメント欄にセリフを書き込んでください。ゲストに東海オンエアから哲也くん、しばゆうくん、そして未確定ですがもう一人出ていただく予定です。東海オンエアに言わしたいセリフもこの動画のコメント欄に書き込んでね。東海オンエアはこの人たちだ。コメントがどう使われるかは前回のセリフリクエスト短編ドラマサラリーマンは踊るを見てね。前回はみんなからもらったコメントを50個ぐらい使いました。何回コメントをくれてもいいのですが、一つのコメントに一つのセリフでお願いします。皆さんのコメントで僕らのセリフが決まります。セリフの募集期間は今日から1週間です。今回はもう台本ができています。タイトルは悪い人になる予定です。悪い人から連想するセリフをコメント欄に書いてください。3月終わりまでには配信する予定です。配信した時すぐ分かるようにチャンネル登録をお願いね。ヘチネスさん、劇団スカッシュと東海オンエアに言わしたいセリフを書いてください。1個のコメントに1個のセリフですよ。僕が書くなら、これが西部劇か。西部劇違う、悪い人から想像するの、ね、そう悪い人から想像するから、悪い人から想像する。そうか、お前が出したのは指3本かもうちょっと悪い人感欲しいか。そうだね、悪い人だもんね。君のボディが濡れ濡れだね。だね君のボディが濡れ濡れだ。盗んじゃった。盗んじゃっただ。そのぐらい怖い。まあみんな、今言ったの全部忘れて、自分で悪い人ってどういう雰囲気かなっていうのを考えて、コメント欄に書いてください。お願いします。それでは劇団スカッシュ、登録して待っててね。よし、今から作っていくんですけども、今まで見たその俺の全部のテンション全部嘘ついてるんで、本当はこのぐらい。こんにちは、劇団スカッシュです。今回コメントリクエストドラマやります。本当はこのぐらい、本当はもうちょっと誇張しちゃった、ごめんみんな誇張しちゃった俺のテンション悪くはないです。